はいどうも皆さん、こんにちは、ヒトです。ということで、今回はですね、クリス・ギッテンズ選手がですね、日本球界に挑戦するということで、加えて言うと、追加情報で、楽天がね、もう交渉大詰めに入っているということで、公開されてましたののそういう記事が出ましたので、今回はクリス・ギッテンズ選手について話していこうと思います。はい、ギッテンズ選手はね、この間、日本球界に行くために FA になったというふうな報道が出ました。 えー、94年生まれ、えー、まあ、でも世代的には93年世代かな。まあ、そういう感じの、えー、27歳ですね。まあ、あの、ギッテンズ選手はね、とにかく、あの、まだ若いってとこがありますね、まあ。27ということで、まあ、あと2年ぐらいは伸びしろがあるという感じです、現状ね。うん。だから2シーズンぐらいは、あの、伸びしろがあって、まあ、それで30ぐらいで全盛期を迎えますので、まあ、これ、非常にこれから伸びていくタイプのバッターではあると。 いうところですね、えー、身長193センチ、体重113キロと、えー、かなり、えー、でかい選手にはなってきます。えー、ヤンキースにね、えー、入団したんですが、まあその中でね。マイナーで少しずつ。 まあ順調に、えー、ステップを重ねていっていました。で、えー、と2018年、えー、WA にまず初めて昇格して、1割9分7厘と、まあ、苦戦したんですけども、2019年、WA で、えー、覚醒しまして、2割8分1厘、23ホーマーと、えー、一気に、えー、バッティングの成績を上げてきました。で、えー、と2020年ですね、えー、マイナーリーグが再開催されなかった影響で、まあ、2020年は試合出場がなかったんですけども、 2021年、WA、えー、で無双、えー、インターナショナルリーグで、えー、3割1輪、ホームラン14本、えー、という無双を見せ、えー、ついにメジ,メジャーデビューを果たして、まあ、16試合の出場で1割1分1輪と、まあ、低打率ながらメジャー初ホームランを記録したという感じのバッターですね。 でえーとまあ、最初にギッテンズ選手に関する要紙をまとめておくと、あの2021年、インターナショナルリーグ、このね、えー、ピッチャーじゃ、バッター有利ではない方のインターナショナルリーグ、まあ、トリプル A イーストで、えー、3割1厘14本、この14本すごいですよ、185打席で14本ですから、まあ、フルシーズン出場すれば、ホームラン50本ぐらいのペースで、まあ、ホームランを量産したわけですよ。 これをね、えー、50本は言いすぎかな、うん。50本は、いや、50本いけるよね。50本いくペースですよね。うん。あのー、それで何が言いたかったかってっそう、あのー、これはね、あまりにもできすぎているっていうことは、ちょっとこれから、えー、触れていくギッテンズ選手のお話になってくるかと思います。はい。で、まあ、基本的には、えー、ご覧の通りね、えー、まあ、 そうですね基本的に三振は結構するタイプっていう感じの、えー、長距離砲と右の長距離砲ていう感じだと、いいというのがわかると思います。で、えー、っとですね、えーまあ、基本的にはねフォアボールを割と選べるタイプのバッターでして2018年もね w A で苦戦した中でもフォアボールはしっかり選んでいたっていうところが。 非常に印象が良いところですね2 0 1 9 2 1と、まああのー、フォアボール10%を下回ったことがそれ以降一度もない、えー、メジャーリーグでもね打率1割台と低迷した中でもそれでも出塁率2割5分、えー、フォアボールはしっかりと、えー、メジャーリーグのピッチャー相手でも選べているっていうところが素晴らしいですね。 この選球眼の良さっていう耐久型というかね、しっかりボールを見れるっていうタイプのバッターなのは、えーまあ、割とね、こきにくいっていう、うん、印象がありますね。えー、っと、まあ、BBK もね、0.5ぐらいを維持してますが、2021年のね、インターナショナルリーグ無双してた時だけ、BBK0.78 とちょっと、えー、数字が上振れしてるっていう感じが、えー、否めないですね。まあ、フォアボールの割合が急激に増えてるのも、まあ、 多分マイナーで無双しまくってたので、まあ、勝負をね、慎重な勝負になったっていう部分もあると思います。はい。えー、そしてね、えー、メジャーリーグ、ワンシーズン、しかも少ない機会なんですけども、ボール球スイング率25.2%、えー、非常によくボールを見ることができるということで、ゾーン管理能力35.9%、まあ、かなり慎重なバッティングですね。まあ、ボールを見極めるあまり、まあ、ゾーン内の球を見逃してしまうというような傾向はちょっと感じられますけども、 とはいえねこのかなりボールを見る、えー、慎重なタイプのバッティングができるので、あのー、楽天は、ねえー、マルモレホス選手を取るっていうような、えー、話もありますけども、まあ、マルモレホス選手が、まあ、ガンガン打っていくタイプで、まあ、ギッテンズ選手が、あのー、慎重にバッティングをしていくタイプで、タイプの違う選手を取っていくのかなというような、えー、印象です。はい まあただね、えー、コンタクト能力にはね、若干、えー、メジャーリーグレベルのピッチャーに対して、なかなか対応できなかったかなという感じはあります。でですね、えー、さらに見ていきますと、打球傾向なんですけども、まあ、これを見るとね、ちょっと分かってくるところとして、えー、ゴロ語呂が多いということなんですよ。 あのギッテンズ選手っていうのはすごくパワーが評価されてるんですけどただそのパワーが試合でこう実際のその選手本人が持ってるパワーと、まあ、実際に試合中で発揮されるパワーっていうのはまあ別の概念っていううーんまあ例えて言うならそのパワープロでいうところのパワー A だけど弾道1のバッターはホームラン打たない打ちにくいっていうのとまあ同じだと思うんですけど。 まあ、その打球に角度をつける技術と打球のまあ初速をこう速くする両方が合わさって初めてあのー、パワーがあの試合でパワーが発揮されるとでギテン選手はその試合で発揮されるパワーという部分に難を抱えているっていうのは言われてますパワーはあるんだけどもなかなかそれを打球に角度がつかないのでそのパワーを発揮することが難しいで まあ2021年のインターナショナルリーグでも、ホームラン量産してて、これがね、例えばこのシーズンマイナーリーグ、インターナショナルリーグで急にね、フライの数が増えてて、で、ホームランが増えたならまだいいんですけども、その2021年の数字別にフライが多いわけではないと。ゴローも、あの今までと特に変わらないゴローの多いバッティングをしていて、かつその上で、まあフライの割合も、まあいつもと同じぐらいっていう。 でホームランの数が異常に多いですよね、フライに占めるホームランの割合は43.8%というちょっとおかしな数字になってますね、うん。これがね、ちょっと違和感があるというか、打撃スタイルを特に変更したわけでもないのに、急に、えー、ホームランが増えだしたっていうのは、まあちょっとうまくいきすぎたのかなと。あの別にフルシーズン出場したわけでもないですし、あのー、200打席も立ってないぐらいの、140打数ぐらいで14本打ったわけなんで。 あのー、その数字をそのまま鵜呑みにするのはちょっとリスクがあるだろうと、えー、いうふうに僕は思いました。はい、まあそうですね。なので WA、まあ、時代の数字をもとに、まあ、ちょっと考えていこうと。特にこの長打力っていう部分に関しては WA 時代の部分を軸に。 評価しようと思いましたね。WA、まあ、時代も、まあ、その3年間で、ね、村はあるんですけども、まあ、2019年が一番ちゃんとあのフルで試合に出場して稼働したシーズンなんで、割と2019年の数字をもとに考えていこうかなっていう感じになりました。まあ、とにかくね、まあ、彼の特徴的なところは、やっぱり何度も言いますが、語呂が多いところですね。まあ、比較的ラインドライブ性の打球が多くてですね、まあその長打力がないわけではないんですけども、とはいえね、フライが少ないんで、なかなかホームランをね、 あのパワーがあってもホームランをバカすか打つっていうのは難しいのかなと。で、えー、打球傾向であとは面白いのはですね、あのまあ、引っ張り方向に4割ぐらい。 うう。ん、飛ぶっていうまあ2021年はね、あのー、インターナショナルリーグで引っ張り方向46%かなりプルヒッター的な傾向出てましたけどただ一方でね、逆方向に3割ぐらい打球が飛びますね201819と、えー、3割ぐ近く逆方向に飛んでますし2021年は28%とまあほぼ3割、えー、逆方向にもヒットを打つというまあ技術はあると <laughs> いう感じですね。はい えー、あとはですね、打球速度ね、えー、打球速度がこれが、あのー、190キロぐらい、118マイル、えー、非常に速い速度なんですけど、えー、やはりローンチアングル5マイナス5.4度、4度なんで、やっぱり打球に角度がつかないっていうところですね。バレル率も8.3%というところで、えーまあ、平均をちょい上回るぐらいの数字にとどまってますし、あとはもう一つ気になるのは、この打球の平均初速ですね。 あその平均所得が86.3まあもちろんねあのサンプルが少ないなんで何とも言えないですけど平均所得はまあリーグ平均とあんまり変わんないぐらいなんで、まあ、その打球の所得があ,あのー、捉えた時の打球の所得はえぐいけどただねやっぱりどうしてもムラが発生してしまっているのかなっていう感じはありますねうん。 えー、それから、最優別の成績も見ていきますが、これがかなり極端に出てます。えー、右ピッチャーが苦手ですね。えー、ギッテンズは右対右ピッチャー問題が非常に顕著に出てきます。えー、2021年の、ね、MLB、メジャーリーグのピッチャーでも、えー、左ピッチャーならばある程度 BBK も、ねえー、見れる数字になるんです。見れる数字、かなり良い数字になります。2021年のインターナショナルリーグでの数字でいけばさらに良くなりますね。BBK1.37 と。 えー、フォアボールは増える、三振は減るという傾向があります。まあ、2021年 MLB では、まあ、フォアボールも合はほぼ同じぐらいで三振が減るという感じでしたが、まあ、とにかくね、えー、なんて言うんですか、あのー、まあ、右ピッチャーね、右ピッチャーに対して、あのー、どう対処していくのかっていう、 問題が、えー、非常に大きな問題になる。まあ、ワンチャンですね。つまり、右ピッチャーがに対処できなくて、対左専用機みたいになってしまう可能性が非常に、あのー、考えられます。特に、対左打率4割4分7厘とかね、えー、もう本当に、あのー、左はとにかくカモにするけど、2021年のトリプル a、えー、インターナショナルリーグですら、えー、右ピッチャーに相手には2割3分2厘しか打てていないと。 いう感じはありますただね、えー、ここで、ねまあ、良いポイントとしては、OPS8 割6分7厘はあるということですね。まあ、左に対してあまりにもできすぎているだけで、右相手でも2割3分2厘でも、一応 OPS8 割6分7厘と、えー、かなり高い数字を記録しているので、まあ、そこはね、まあ、ポジティブに捉えていけるポイントかなというふうには思います。えー、あとはですね、えーっと、直球系に対してね、えー、強いんですけども、 変化球に対する弱さっていう、脆さっていうのがちょっと感じられるますね。特にチェンジアップ、スライダー、カーブ。 この辺のボールに対する対応力の低さっていうのはすごく感じられます。まあ、メジャーでも変化球で1本もヒット打てなかった上に、XWOBA で見ても変化球に対する対応力はかなり悪いです。まあ、速球に対してはね、えー、メジャーリーグレベルの速球にある程度対応する力はあるんですけども、特にスライダー、カーブあの、この辺のボールに対して空振り率も52.6%と非常に高い数字になっていて、まあ、こういう横に曲がる変化球に対する対応力。 まあこれがね、右ピッチャーを苦手にしているっていう部分にも繋がってくるかとは思われますが、まあ、こういう変化球に対して、えー、非常にもろさを感じる、えー、部分ではあるという感じですね。えー、まあゾーンも、まあ打席数が少ないんでなんとも言えないんですけども、あのー、空振りしてるゾーンと、あとスイングしてるゾーンが気になるのは、ボールをね、割と慎重に見れるタイプのバッターではあると言ったんですが、アウトローのボールに対しては手出しちゃうんですね。他のゾーンがね、非常によく見れてる。 まあ、インハイもちょっと手出しちゃってますけど、かなり。まあ、あ,あ、あの、一番問題はアウトローなんで、アウトローのボールゾーンはある程度ちょっと手が出てしまうという。で、かつ空振りもしてしまうっていうゾーンになってくるんですよね。これがね、えー、アウトローへの、まあ、スライダーであの仕留められてしまうとあー、サクサク空振りして、サクサク三振を量産してしまうという可能性を感じてしまうところですね。 XWOBA、うんまあ、これ見ていくとですね、まともなその得意ゾーンはがどこかっていうのがちょっと難しいんですけど、アウトローでわ割と打ててはいるんですけど、ただ、空振りの多さっていうのと、あと日本流のしつこいリードですよね、外角のスライダーに弱いっていうのがバレたら、多分徹底的にそこを攻められると思うんで、そうなってきたときに対応できるかどうかっていうのが、まあ、ギッテンズ選手のまあ最大の課題になってくるかなと、個人的には思っています。 えー、一塁手としてはですね一応うずら101200イニング守って10って感じですけども、えー、DRS も一応プラスということで、まあ、一塁を守ることに関しては何の障害もないのかなと、まあ、一応、まあ、最低限メジャー平均ぐらいの守備は見せてくれるのかなというふうに思いますで、えー、とスプリントスピード脚力ですけども、まあ、脚力を求めてる人はあんまりいないと思いますが脚力はまあ平均を下回る程度なので、まあ、足は遅い方と。 いう感じになってきますはい。ということで、今回の、えー、ギッテンズ選手の成績の予想になってくるんですけども、こんな感じにしました。はい。まあ、WA からの傾向をもとにですね、まあ、ちょっとあの近い数字を出そうっていう感じで、まあ、そういう感じになりましたけど、えー、っとですね、まあ、2割4分8厘、ホームラン22本ということで、まあ、パークファクターによる補正とか何にもしてないんで。 ちょっと、あのー、まあ、それは、それは、ま、一旦置いておくとして。まあ、2割4分8厘、ホームラン22本。ええー、まあまあやってくれると思います。で、まあ、ラインドライブ性の打球が多いっていうことを加味して、ツーベースの数は34本と。OPS8 割5分ぐらいの予想となって、 って言いますただ、これはね、まあ、フォアボールも74個も選んでいるということで、まあ、そのギッテンズ選手特有のフォアボールをしっかり選びながら、ある程度ボールを待ちながらっていう感じなんですけど、まあ、さっき言ったように、そのスライダー、カーブ系が苦手で、アウトローをちょっと我慢できない、比較的我慢できない傾向があることを考えると、あのー、もうちょっとね、えー、三振の数144でもかなり多いと思うんですけど。 144というか三振率3割4分4厘では済まない可能性も、まあ全然あるかなという感じはします。はい。うーん、まあある程度ボールが見れて、で、パワーもまあまずまず、まずまずというか、うーん、まあそのパワーを覚醒させることができれば、年間30本とかも全然楽勝で狙えるタイプのバッターではあると思うんですけど、まあやっぱりね、うーん、弱点というかね、右ピッチャーと、右ピッチャーを苦手にしてて、かつスライダー、カーブが苦手っていう、 状況を考えると、まあ、そこがね、うん、ネックになって、うん、我慢できるかどうかだと思うんですよね。なかなか厳しい場面で、まあ、我慢しつつ適切な指導をして。 あのー、起用していけるかっていうところにかかってくるタイプかなと、そのフォアボールをどんどん選ぶタイプ、フォアボールを選びぶタイプの低打率のバッターっていうのは、あんまりこう評価されづらいんですよね。まあ、あのフォアボールがあまり評価されないんで、まあ、最近は評価されてきて,きてますけどで、打率が低いと、やっぱりこう見栄えが悪いんで、叩かれやすいんですよ。 あのー、でどうしても起用しづらいみたいなことになってしまうので、まあ、そこでね辛抱強く我慢しながら起用していって、まあ、あとは日本球界に適応させるための,その外角のボールの見極めなりねそういう部分をしっかりしていくことができれば、まあ、日本に日本でえー、に慣れてねあの適応してうまくやっていくける可能性もあるかなというふうに個人的には思います。 はい。まあ、ということで、今回はね、ギッテン選手について話してきましたが、うーん、まあ、こういう感じですね。とにかく、まあ、今年のマイナーでの成績はあまりにも出来すぎだったっていうね、えー、のが、えー、僕の、まあ、結論です。はい。出来すぎなので、もうちょっとこう、うん、WA とかの数字の方が、より実力が反映されているかなと、個人的には思ったというような話でした。 はい、ということで、今回はそんな感じで終わっていきたいと思います。また次回、バイバイ。